それでは、ただいまの定例会になります。それでは、発表を始めまして、よろしくお願いします。はい。今日のこの花は、胡蝶蘭です。種類はウェディングプロムナードというものであります。それがまず最初の発表項目でありまして、あと5つばかりございますが、まず、第5回日米カウンセル知事会議への参加であります。これは本県、広島県、福島県、失礼しました、広島県、福岡県、佐賀県、大分県、岡山県と、この5県の知事が出席するものであります。日米間の地域レベルの経済交流の促進をテーマに開催され、今回は県内の企業5社が参加されまして、シリコンバレー企業等とのビジネスネットワーキングの機会を設け、日米企業間の連携を支援をいたします。日米関する知事会議全体会議では、参加する6県知事によるパネルディスカッションにおきまして、私から静岡県の経済政策についての説明を行いまして、本県の認知度を高めると同時に、本県産の日本酒、本県産のお茶、これを PR をいたしまして、県産品の販売促進につなげようと思っております。合わせて本県が推進するファルマバレープロジェクト、また富士の国食の都づくりなどの参考のために、手術支援ロボット開発企業、あるいは料理大学等を視察してまいります。またアマコスと元大使との会談も準備されております。これは本県だけとの関係であります。2つ目は、2日前の7月23日東京におきまして、エルベグドルジ、モンゴル国大統領と面談を行いました。今回の大統領のご来日は7月21日から24日間という短いものでございましたけれども、もとより国の関係でいらっしゃいましたけれども、自治体関係者で面談をしたのは本県だけであります。向こうの政府の方からお招きがありまして、会談に結びついたということでございますが、いくつかの話題がございましたけれども、本県からはモンゴルのオリンピック選手の、合宿に、ご協力申し上げたいと言ったら、大変喜ばれまして、すぐに伝えるというふうに言われました。まあ、すでにこれ進んでいるんですけれども、大統領ご自身がこれを選手にお伝えして、それはきっと喜ぶだろうと、言っていただきました。さらに本県とドルノゴフ県との関係、これが実際今政府との関係にまで発展しているということなんですけれども、こういう関係は初めてのことなので、ぜひ静岡県がいわば媒介といいますか、さんま三役になって47都道府県とモンゴルの21の県が何らかの関係を持つように一肌脱いでくれというふうに、特別に言われましたので、早速に福岡県の知事に今日は電話を差し上げまして、そうした方向で動くようにした次第でございますが、これからモンゴルのために何かできることがあるならば、今増添さんが今日は会われたんですか、パク大統領と、そうした これは首都外交と言われてますが、地域外交ですね、こうしたものが、いよいよ21世紀のセカンドディケードになってですね、本格化してきたかと、昨年、20世紀末からいわゆる国際的な関係は国際連合ないし国と国との関係ということでございましたけれども、20世紀末からいわゆる姉妹都市間関係が、急速に全国的に深まりまして、本県もいくつかの市町が、ほとんどの市町がどこかの外国との姉妹関係を持っております。本県も持っておりますけれども、こうしたものが国の外交を補完するというような、そういう時代になっているということを昨日の大統領との会見でも実感した次第でございます。できる限りそういう本県の知名度も上げ、また本県の持っている能力をですね、日本のためにも役立てるということでございます。最初だってはオリンピックについては喜ばれ、そしてまた
県府県と向こうの県との関係について、橋渡し役を頼まれましたので喜んで引き受けたという次第でございます。さて、平成26年度版の厚生労働白書における健康寿命日本一に向けた本県の取り組みが掲載されることが分かりました。8月上旬に公表される予定の平成26年度版厚生労働白書の健康寿命の延伸に向けた最近の取り組みについてと題された章におきまして、健康寿命日本一に向けた富士の国の挑戦の取り組みが都道府県で唯一掲載される模様です。静岡県は健康寿命が日本一の健康長寿県として広く知られております。地場の食材が豊富で食生活が豊かであると。全国一のお茶の産地で日頃からたくさんのお茶が飲まれている、全国平均の2倍ですが、これまで健康長寿日本一に向けて県市町が一体となって積極的に健康づくりに取り組んできたことなどが健康長寿の理由だと考えておりますが、その結果平成24年度厚生労働省が創設なさいました第1回健康寿命を伸ばそうアワードで厚生労働大臣最優秀賞を受賞したのはご案内の通りであります。でそしてこの度政府の成長戦略のアクションプランに健康寿命の延伸が掲げられました。まさにこれが重要テーマとして注目を浴びているのが今であります。地方の取り組みとしては静岡県のこれまでの取り組みが先進的で効果的な取り組みとして高く評価され、今回の厚生労働白書への掲載に至ったものだと存じます。引き続き生活習慣の改善を図る、富士の富士三三プログラム、富士の国、実行可能な3人で3ヶ月3つのこと、食事を気をつける、運動を、継続する、それから社会参加をすると、これ3つですね。こうしたことを1人じゃなかなかできにくいので、3人1組になって3ヶ月だったら相当効果が現れているという、もうすでにそういう調査結果も出ているということなので、こうしたこのプログラムの見える化を、一層促進いたしまして、市町企業等と連携を図り、県民全体でですね、ぜひ健康寿命を伸ばしていこうではありませんか。それとの関連でございますけれども、内閣府の方から地域少子化対策強化交付金の追加の内示がございました。大変嬉しいニュースでございます。結婚、妊娠、出産、子育てへの切れ目のない支援のため、地域独自の先駆的な取り組みを支援する国の地域少子化対策強化交付金の、県に充てられる分につきまして、特に大臣の方から本県の取り組みが地域の実情に合った先駆的で素晴らしい取り組みであるとのご評価をいただきまして、2000万円が追加で内示され、6000万円までの事業費が認められることになりましたのでご報告を申し上げます。なお満額の6000万円の内示を受けた都道府県は本県と京都府のみです。また県内市長の交付の状況につきましては、現在20市長の5,924万4,000円となっておりまして、その交付し申請額についても全国1位であり、本県の子育ては尊い仕事であるという理念もいよいよ県下に周知されてきたのではないかと考えています。今回交付の状況等について全国的に調査をされたところ、7月16日現在、市長の全国に調査を、全国調査ですか、これはですね、したところ、市長の5900万円用を含めた本県の交付決定および申請予定額は1億1924万4000円となっておりまして、福岡県の7842万5000円を、どのぐらい大幅に上がってますね、4000万も上回りましてですね、全国で最も多い額となっていることも合わせてご報告申し上げたいと思います。現在この交付金は3次募集が行われておりますので、引き続き交付金の積極的な活用について市長へ働きかけを行いたいと思います。まだ交付金の申請をしていないところもありますか。どこですか。
大きいところを言ってください。静岡市富士市、まあ、静岡市富士市、伊豆市、御前崎市、吉川市、南伊豆市、松崎町、長泉町、吉田町、はい、ぜひですね、この機会に本県の取り組み、今注目を集めておりますので申請をしていただきたいと思っております。それからこれは、会より始めようと始めようということの一つでありますが、県庁の部局別部局別小宝率概数を公表いたします。公表してるんですか。今日この場で。あ、そう、これありますか。おお、つまりどの部局が一番、その子供を育てやすい、あるいは子供を結婚して子供を育てやすい環境にあるかと、まあ、いうことで、企業小宝率と同じようなやり方でですね、計算方法を同じにして出した指標でございますが、数値が高いほど子育てに優しい会社でございまして、でいわゆる企業小宝率というのはですね、で会社全体で子育てを支えるといった素晴らしい職場風土が根付いとって、子育ては尊い仕事をまさに実践している企業、これが企業小宝率の高いところであります。昨年7月から8月に経済4団体と連携をいたしまして、県内の企業を調査し、企業小宝率が高い企業の中から子育てに配慮した企業経営を進める企業を表彰いたしまして、本日お手元に配布いたしました富士の国子育て応援モデル企業事例集、子育てに優しい企業の秘密を教えます、なるものを作成いたしまして、優れた取り組みを紹介しているところです。こうした静岡県の取り組みは全国から先駆的な事例だということで注目されまして、今年度は三重県、佐賀県など他の自治体での調査を開始すると聞いております。これは一週間ほど前の全国知事会でも増田元総務大臣からも紹介されておりました。今回県内の民間企業に対しまして、子育てがしやすい職場環境づくりの取り組みをさらに広めていくため、平成26年3月末時点の県庁の知事部局職員約6400人に関わる県庁版子宝率各部局別を算出いたしまして公表することにいたしました。さて、一番高いのが、ああ、交通基盤部、ゴールドメダルおめでとうございます。1.55 と、1.48 というのがその次ですね。経済産業部銀メダルです。次は1.44というのがありますね。お、危機管理、さすがおめでとうございます。最低が、下からの金メダルがですね、水道局 1.14 と、見る影もないってやつですね。東京なめだってことで、未来はないというところであります。それから 1.2 台というのがもう一つありますね。企画広報部、もう近くにいるのが何ですかということで、私がいるからだって近くに言われたらちょっと困りますけれど、まあ、そういう職場の雰囲気を良くしていこうと。もちろん2年、まあ、2、3年ごとに入れ替え立ち替え人が来ます、まあ、だけど、その職場というか部局の雰囲気が、男女関係が非常に風通しが良くてですね、有給もちゃんと取れるし、なんとなく子育てがしやすいような環境だというような、まあ、そういう、環境づくりを県庁全庁を挙げてですね、取り組んでいきたいと、まあ、こういうことで、公表した次第でございます。私の方からの報告は以上であります。幹事社テレビ総監中川です。ではまず、知事からの発表項目に関して何か質問のある者はお願いします。よろしいでしょうか。では幹事社質問に移らせていただきます。今回幹事社質問は2点です。1点目が、鉄道高架事業に関してです。沼津市のプラサベルデが、今月20日に開業しました。
沼津駅の鉄道高架事業をめぐって知事は以前の記者会見でこのプラザビルでの全面開業までに合意形成を図りたいという意向を示されていました。当日の取材では決断したというお話をされていましたけれども、その決断の内容と今後の事業の方向性、進め方についてお考えをお聞かせください。2点目は、アジア自転車競技選手権大会についてです。アジア自転車競技選手権大会が2016年1月に伊豆市のボロドロームで開かれることが決まりました。この大会に県としてどのように関わっていくお考えでしょうか。また、東京オリンピックの会場の計画の見直しに伴って、ボロドロームでこの2020年の東京オリンピックの自転車競技の開催を目指したいという県内関係者の声もあります。これに対して県としてこの、オリンピックでの競技開催の誘致などに取り組むお考えはありますでしょうか。以上2点お願いします。はい、いいご質問ありがとうございました。沼津駅並びに原町の、問題ですけれども、課題ははっきりしています。南北の自由往来を、今は非常に不便ですので、これをもっと活発にしていこうということですね。で、これは沼津駅のところだけが取り上げられがちですけれども、実は原町も同じ課題を抱えているということです。で、特に原町は、今回犠牲になっているというふうな意識が強いんですが、今回までに何とか地権者とお話をして、また現地にも何度も足を運びまして、分かったことはですね、元は原町の方たちはその畑にずっと家から海岸の方に自由に行けたということだったんです。ところが東海道線が敷設されるということになりまして、敷設はされるけれども線路をまたいで自分の畑に今まで通り行けるようにということで、そのような建設方法を取られたということでございました。で、そうした状況があった中で、ある時夜中に突然線路の両側に安全性ということを名目にして、住民の抗議があるにもかかわらず、あるいは住民への説明が実際なされないまま、策が設けられたという実態がありまして、今までよりもはるかに一気にですね、往来ができなくなったと、そうしたことで今神社が原町にございますけれども、線路の内側のところにありますが、そこのところに火も立てられていて、この暴挙を許さないということが意思に刻まれています。やはりよほど怒られているんじゃないかと思うんですけれども、それで、まずは、原町において降下をすることが大切だと。で、原町はもう今でもなく千本松原のすぐ近くです。したがって、あそこの防潮堤をご覧になりますと、今、継ぎ果ての補修工事がなされておりますけれども、実は危ないわけですね。ですから、学校も内側にあります。そうしたこともありまして、そちらにお住まいの方たち、またそちらにいらっしゃる方が仮に津波が襲ってきた場合には線路の柵が邪魔になって、逃げられないというのが現状です。したがって私は、そこをですね、どうするかということで、よく地元の人たちの話を聞けば、やはり原町は白隠さんだということなので、その白隠さんは富士山と深いつながりのある前奏であったということであります。そこから、いわば富士見のできる、白隠富士見展望台と、どうでも名付けることのできる、展望台を、平時においてはそうした形で使い、有事においてはですね、そこに逃げられると、同時に、線路を常にまたげると。今は踏切がおりますとなかなか渡れないという状況もございまして、学校に通学する子どもたちも困っているという事態もありますので、そうしたものを作ろうと。で、場所もほぼ特定できました。で、そのデザインにつきましては今地元の方と長谷川逸子先生との間で協議がかなりのところまで進んでおりまして、桃里のイメージを形にするような、で、そしてゆくゆくはグリーンビリッジと、これは仮称ですけれども、プラザベルデが、グリーンプレイスということですね。建物におけるグリーンの館と、こちらの方は文字通り
畑仕事や、農作業ができ、かつ、桃源郷のような、まあ、桃が地面についておりますから、まあ、桃源郷のような、まあ、そうしたものを、これと一体になって作っていこうと、まあ、いうことです。そうした方向でまずは、原町の、高架橋を優先して作ると、いうことであります。そのデザインなどについては8月中に決まるのではないかというふうに思っております。沼津駅の高架につきましてというよりも沼津駅の南北の自由通行につきましては、やはり高架をして、大地のレベルで往来ができるのが、まあ、一番便利なことは今ではありません。でそのためには、どうしても現在 の貨物、ヤードをですね、これを使わないと工事に入れないと、まあ、いうことなわけですね。でその貨物についてですけれども、やはりこの間の貨物の輸送量などを見てみますと、まあ、どうしても貨物が、貨物が必要だということについて十分な、また私、納得がいっているわけではありませんので、まあ、これは、JR 貨物の責任者と相当ない将来に会いまして、まあ、今まで会ってるわけですだけど、もうすでに私が会っただけでも違う社長さんが2人でした。このまた変わられたんですね、トップが。まあ、ですからまだ新しいトップとはお目にかかっていないので、まあ、その今調整をしているということであります。でそこでお聞き、した上でということですから、まあ、順序といたしましては原町から始めるというふうに考えております。そして伊豆、ベロドロームのアジア選手権並びにその東京オリンピックとの関わりと、まあ、いうことでありますが、まあ、東京オリンアジア大会につきましては全般ですね、橋本聖子元オリンピック選手、現在の国会議員の先生が直々に来られて支援をお願いしたいということでありました。でこの、伊豆市のベロドロームはアジアで最高の施設を誇っていると、まあ、いうことなので、まあ、これ自体について我々はぜひアジアの選手たちにも多く見ていただいて、伊豆の魅力をですね知っていただこうというふうに思っているところです。でさてオリンピックとの関わりです。で、まあ、オリンピックの競技というのは、これはリオデジャネイロで、8キロ圏内ですかで、移動できるというそういうのを売りにして、プレゼンテーションなさったわけですね。まあ、ただ朝霞の射撃場ですか、あれは8キロより外じゃないですかね。朝霞って埼玉県でしょ。ですからそこをお使いになるのではないかと思っております。それから馬術ですね。でこれは馬事公園をお使いになるのではないかというふうに思ってるんですが、昨日高校生の馬術の全国大会が、まあ、昨日って京都ですか、2日間ですね、行われてるわけですね。でそれでこれは私毎夏そこに出席してるわけですが、5年前に、この度は眞子内親王殿下がご入籍いただきましたけれども、5年前に秋篠宮殿下妃殿下が、ご入籍くださいまして、でそしてその折にですね、ここはだいたい標高700メートルぐらいだと。でそしてこの夏の大会というのは馬にとって非常に過酷な状況になると。で馬は暑いところを、非常に嫌がるということなので、涼しいこの御殿場で、馬術競技をするのが望ましいと、来年も引き続きここでされるようにするのがいいという、そういうアドバイスを頂戴いたしまして、まあ、以来この高校の全国馬術大会は御殿場で開かれているということになっております。でそして、6年後のオリンピックというのはまさに、もうまさに、国書の中で行われると。で1964年の時に比べて、まあ、温暖化が進んでおりますので、東京の6年後の暑さというのは予断を許さない状況であります。まあ、そうしたことに照らしますと、まあ、私はですね、
この射撃とこの馬術につきましては、例えば、もしテロリストの襲来があったりして朝霞から自衛隊が出動しなくてならないというようなことになりますれば、競技どころではなくなります。ですからそうした場合に、朝霞はこれ自衛隊の基地ですから、ですからそうした場合に、その御殿場には、そうした射撃場を作れるだけの余地がありますので、そこで大体の基地としてそれを作っておくと。で、御殿場は自衛隊の基地があって、折に触れてドンパチやってるわけですね。ですから音には慣れてるというふうに若林市長も言っておりまして、それは本当にいいと。皆様方も射撃の現場に行かれると非常に大きな音がします。で、空気が破裂するような音ですから、少々遠くにいてもですね、パーンという音はちょっと恐怖感を与えるものですが、慣れてないところ人にとってはです。で、そういう意味では、御殿場というのは代替機能を持つ頃としてふさわしいのではないかと。それからまた、もしも国書に襲われるというようなことがあった場合にですね、馬のことを考え、また競技の、なるべくいい環境での実施ということになった場合にですね、これナショナルトレーニングセンターとしても認知されている、御殿場の馬術競技場というのはその代替機能を果たせるというふうに思っておりまして、そうしたことが仮に代替機能あるいは有事の時の射撃場というして認められればですね、これは8キロ圏内を出ることになります、競技場が。そうした脈絡の中でこのベロドロームもですね、視野に入ってくるのではないかと。で、これはもちろん今お台場に50億円をかけて巨大なベロドローム級のですねものを作ると。で、そして観客数は8000人を収容できないといけないと。今ベロドロームは3000人ですから、それがいかに大きなものかと。で、これは費用としては目下のところ50億円かかると言われております。で、しかもこれは競技終わったら解体するというように言われております。50億円もかけてそこに競技場をお作りになるのかということもきっとですね、議論の対象になると思うんですね。で、そうした脈絡の中で、仮に、その東京都内とこの伊豆のベロドロームのアクセスが支障なくできるということが大切ですけれども、高速道路なりがオリンピック開催時期だけはそれに関わる専用仕様というふうにでもすればですね、滞りなく、時間距離としては物理距離としてはともかくも、時間距離として、十分に候補になるのではないかと、そうした脈絡の中で、このオリンピックの競技それ自体の誘致についてもですね、射撃場、競馬、失礼しました、馬術ですね、そしてベロドロームの自転車競技というのは視野に入っているということであります。以上です。ありがとうございました。では幹事者質問に対する質問を、幹事者質問に対する質問がありましたらお願いします。中日新聞の石原です。先ほど沼津高架化の話で一応確認なんですけれども、原町の高架を先に始めるという言い方をおっしゃいましたけれども、高架というのはその線路を渡れるようなものを作るという意味なのか、その沼津の高架化の沼津駅の高架化のように線路を上げるっていう意味でおっしゃっているのか、どちらでおっしゃっていたんでしょうか。はい、原町の場合にはですね、線路をまたぐそのことが JR 東海、JR 貨物両方とも、問題ないというふうに言っていただきましたので、原町の場合には線路をまたぐのがいいのではないかというふうに思っています。その線路をまたぐ高架の、展望台ですね、これを作るということです。
わかりました。で、原町のその住民の方々の中には、当然あの知事がおっしゃるように、その南北の行き来というものを非常に重視していらっしゃる方もいらっしゃいますし、そうではなくて、そもそもそこにあの貨物駅というまあ施設が来ること自体に対して反対していらっしゃる方もいると思うんですけれども、そこのまあ溝といいますか、なかなか主張を埋めるもの、埋めるところというのは難しいようにも感じるんですけれども、そこについては知事はどのようにお考えなんでしょうか。まあ、動きながら考えるということですね。で、とりあえず今南北の需要来ができないということでですね、まあ、そこに行かれるとすぐ分かりますけれども、まあ、ぐらいの、網がずっと張ってあってですね、まあ、ですからもしもの時にですね、それを、まあまあ、私はなんとかよじ登れると思いますけど、で一回よじ登って落ちて、足くねえたら線路を渡ってもう一つそれを越えないといけないというのはですね、網の目ですから、波だと一気に押し寄せてきますのでね、まあ、ですから非常にあの、障害物としてあの地元の人が捉えているということを承知しておりまして、まあ、それゆえに、その有事にはそこに行ける、平時にいつでも使えるということでですね、相当あの、デザイン性においては、まあ、長谷川悦子先生、この間の、プラサベルデンもですね、どっかの雑誌に載ったんですか、注目されてるようですね。非常に美しいの で、それで私の聞くところによると、白隠さん の、あのお墓があります、松陰寺で。お墓は行かれた方は気がつかれると思いますけど、まあ、3つ、並んでるんですね。で、まあ、一番真ん中の大きいものかと思うと、実は左側の小さいものなんですよ。で、通常お墓参りに行くと、そのお墓で、白隠禅師のご冥福を祈るということになると思うんですが、実はですね、長谷川さんは、はい、この石で囲まれて、2、3段の階段を上がって、その行くんですが、上がったところにですね、あの、ある文様が置かれてるんです。で、それを見てですね、その文様は、あ、これはピーチだと、桃だというふうにピーンとこうひらめかれて、あ、だから桃里だということでですね、それをイメージしてその、展望台あるいはこの大洗橋をですね、作られたというかデザインされて、でそれを地元の人にお見せになって、皆さんも、まあ、大変その美しさというか、いろいろ注文をつけられているようであります。まあ、ですから、まあ、これはですね、まあ、どなたにとっても、まあ、観光客にとっても、そこから見る富士山はあの電線の上に出ますので、富士山がですから、非常に美しく富士山を眺望できるというところにもなりますし、まあ、場合によってはそこはですね、あの、いわゆる交流施設のようなものになるのではないかというふうに思います。まあ、そういう意味で、この、貨物駅運用よりもまずは往来をするということが原町にとって重要だと。で、これは実は最近に出てきた、あるいは今年になって初めてですね、この提起を、いたしまして、でそして、大変喜ばれていると、まあ、いうことです。どなたの反対もありません。静岡新聞の関本です。効果の関連で、沼津駅の方の効果を絶対には必ず押さえと工事に入れないというあの話ございましたけども、まあ、それを確認する意味でもあのトップにお会いしたいということだと思うんですが、今の知事のお考えの中で貨物駅の扱いっていうのはどういうふうに腹に持っていくのか、それとも以前にもあのお話があったように、まあ、輸送の話もありましたけど、知事ご自身は不要だっていうふうに思ってらっしゃるのかとか、今どのようにお考えになってるんでしょうか。これはあの基本的にですね、あの貨物駅の現在の場所を開けていただかないと、沼津駅の高知には入れないわけですね。で、沼津駅も南北の往来が不自由です。まあ、ですから、まあ、どの程度不自由になっているか、特に東駿河湾環状道路ができてから、三島の混雑と三島市内の混雑はもうほとんど解消されたと言っていいんじゃないでしょうか。
で今沼津市内の混雑についてどうなっているかと、いうことについてもですね、うちの事務所から、報告を、まあ、中途半端な形でしかいただいていません。まあ、ですから近日中に、国の方の、あそこに道路河川、事務所があります。でそこは東浦和環状道路も、所轄されておりますので、まあ、そこを、大変詳しい統計を取ってられると見ておりまして、近日中に省庁さんにもお目にかかってですね、まあ、道路事情をしっかり知るということが一つですね。でそれから、まあ、東浦和環状道路の、影響についてよく知るということが大事です。それから同じように、その渋滞が どうなっているかということも知ることも大事ですが、貨物についてもですね、どうしても必要だと言われているので、まあ、これは今の社長さんとかトップですかね、日本郵船から来られている方だと存じますけれども、その方にお目にかかって、じっくりお話を伺いたいというふうに思っているんです。いや、特段の予断を持っていません。原田のその高架橋っていうのは、それは原に貨物駅を移す、さらに別としてそれはそれでやるという形にっていうことなんでしょうかね。原のその展望台はですね、まあ、これはどっちにしても作らなくちゃいけないと、まあ、いうことですので、まずは住民のためになるために高架、沼津駅の高架、それから原町のその自由往来というのは、まずは住民のために何ができるかということで、できるところから手をつけようということで、アクションは原町の高架から始める、まあ、高架というか展望台から始めると、自由往来から始めるということです。同じく高架につきましては3点ほど教えていただきたいんですが、この歩道橋というのはこれいくつ作るということなんでしょうか。は歩道橋の1箇所どうでしょう。原町ですか。原町ですね。1箇所です。1箇所でよろしいですか。はい、場所はその桃里あたりということですか。そうしますと事業規模というのは、事業費って大体いくらぐらいという。まずはですね、今最終段階の協議を8月のお盆明けぐらいにはですね、また長谷川先生とうちの事務局と向こうの方と、案を示していただくということになっておりますが、今までその、図についてはいろいろな最初出されて、でいろんなご希望が出て、でそして、さらにご希望を入れたものを出されて、少なくとも2回はですね見せてられると思います。で、まあ、今度、まあ、さらに、最終的にその、グリーンビリティですか、まあ、そうしたものを見据えながら、まあ、場所も今明確にどこってことないんですけれども、一番こう、誰にとっても渡りやすいところですね、まあ、そこのところにするというのは、これ地元の人の意見を聞きながらやってられるので、それが決まってから設計事業規模についてご発表できるという段取りであります。ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。では幹事社質問以外の質問も合わせてお願いいたします。産経新聞の放送といいますが、高架のことで、一応ちょっとお伺いしたいんですが、例えばその JR 貨物の社長にお会いしてですね、貨物駅の必要性を知事があまり認識されなかったと、あまり必要ではないんじゃないかと思われた場合でも、その例えば沼津の駅周辺の南北の往来を便利にするためにその通路などを作らないといけないという考えは変わりはないでしょうか。そうですね、やはり沼津駅周辺にたくさんの人がお住まいです。でそして、まあ、今回はプラザベルテができましたけれども、まあ、やっぱり南北の自由往来ということについての不便さというのは、例えば浜松市にしろ、あるいは静岡市にしろ、これは高架になってますから、駅の構内何のお金も払わないでですね、全くこう自由に往来できるわけですね、まあ、そうした自由さを、沼津の市民の方たちは享受できないと。でしかも、昨今社会流出が、まあ、静岡県トップ、
かつ全国でも第6位という、まあ、非常に厳しい状況でありまして、まあ、そうしたことにこの需要往来がないということが響いているということがあると思います。まあ、ですからこの需要往来はですね、もうぜひ沼津市民のためにしなくちゃいかんということですね。でそのためには、まあ、効果が一番効果的な方法だというふうに考えています。でそして、同時に今、沼津の JR 貨物のヤードはですね、分散しているので非常に非効率的なんですね。でしかもそれは一等地です。沼津市民にとっても一等地です。まあ、ですから、まあ、例えば一番広いところですね、コンテナなどをこう積み替えするところですけれども、まあ、そこコンテナを積み替えるところでありますけれども、まあ、そこなどはですねまとまった大きさを持っているんですね。まあ、ですから、まあ、そこに、まあ、私は折に触れて世間者の方たちとお話しておりますと、まあ、ぜひ今 JFL に入っている、サッカークラブがですね J3 になるということであれば自分たちのホームスタジアムを持ちたいということになりますれば、そこはもうぴったりです。それ以上のところはないくらいですよね。ですからそうしたことの方が沼津市民にとってはいいと思うんですよ。で沼津市民のためにかつまた国民のために JR と JR 貨物というような仕事をされておりますので、まあ、そうしたことを複雑なく余談なく責任者とお話ししようというふうに思っているわけです。私は JR 貨物が持っている CO2 を出さない長距離輸送について、低コストでできると、いうことでですね鉄道、JR 貨物の持っている、存在意義というものは確実にあるというふうに思っております。一方沼津それ自体の問題がありますので、まあ、一方全国レベルでの JR 貨物の有用性ということと JR 貨物の沼津駅におけるあるいは沼津駅周辺における有用性というのと、まあ、両方、沼津の方たちはよくご理解いただくということが大事で、間に対して迷惑かけるということでありますし、まあ、相手もこちらのために何か迷惑かけたくないと、できれば皆さんの役に立ちたいという、まあ、純公益的な企業でありますので、まあ、そのあたりをですねやはりトップと話さないといけないと。でトップが、まあ、実質上私は、まあ、影のトップと言われた方たちともお目にかかって、お話をいたしましたが、まあ、今のトップとはお目にかかってないので、まあ、今度お目にかかろうと、まあ、いうことで今日程の調整をしていただきますが、まあ、これからアメリカに行く、それから高校生のリーダー養成塾があるとかですね、お盆休みに入りますので、まあ8月の下旬になるかなと、まあ、相手のご都合もありますのでね、そのあまり遠くない将来にお目にかかりたいということは今伝えていただいておりますけど、森君決まった？まだ決まってないということです、日程は。その効果の関係なんですけども、原町のその古戦況の方は今の お話ですと、もう今年ぐらい、今年中に着工でき、今年度中に着工できるんじゃないかというような雰囲気もするんですが、まあ、その辺の原町の方を進めながら、沼津駅の方の効果についてのその時期の見通しとか、その辺はまだ全くもう動きながらやるということでしょう。そうですね。まあ、世の中には2つタイプがあって、全部最後の絵まで書き終えないと動かないという人と、そうするともう実は100年火星を待ってもできないですよ。ですから私はですね、皆さんの福利が上がるためにやると、福祉厚生が上がるためにやると、生活の、が環境が良くなって、皆さんに喜ばれるためにやるというのが仕事だと思っておりました。それでやはり原町の問題は貨物宅の問題だと思っておりましたらば、今申し上げましたように畑と住居を、鉄道で寸断され、その時の約束を理不尽にも、踏みにじられ、でそして、それも了解もなく、策を立てられたと、まあ、こうしたことはですねやはり今更策を取ると言ったってやっぱりこれ安全の問題があって作られたに違いありませんので、それはできないと。ですから事前の策で、かつ、何か原町といえば白隠さんですから、まあ、そうしたものとゆかりのある構造物を作って、桃源郷に結びつくような、それがですねいわゆる賛成派も反対派も
原町の方々が一致して健康文化タウン構想というのを私のところに持ってこられたわけです。これを具体化するにはやはり農芸というのを大切にするようなものでなくちゃならないというふうに思っておりまして、それを、長谷川逸子先生はグリーンビリッジと、桃源郷ですね、これを、市と協力して作っていきたいという、思い出で、まずは現地の地権者の方たちとこの点を合意がほぼできているのでですね、私はそれを原町の方たちのために進めるとアクションを起こすというのはそのことです。ありがとうございます。あと1点別件なんですけども、先ほどもお話の中に出ましたが、松江都知事が今日の午前中に韓国の大統領と会談されたということなんですけども、知事は以前、招待状を出されるなどその会談に向けて調整をされていたということがあると思いますが、今回 その都知事との、会談についてお考えになったことと、また今後その知事として、静岡に招くですとか、知事が直接韓国に行かれるとか、そういったお考えはございますでしょうか。そうですね、今回も、地方自治体と国とが、いわば国が本来するべきことの、補完的な仕事をなさっておられるということで、これは首都外交あるいは広く言えば地域外交ですね、その一つではないかというふうに思っているわけです。モンゴルとの間で国と地方自治体である静岡県との関係というものは、この5月の覚書、今回の大統領との会見というようなところで、本件においても現れておりますけれども、特に韓国との問題におきましては、私どもがぜひ6月20日にというふうに申し上げたわけですが、今ご案内のように客船の沈没事故 その責任者がちょうどその頃にですね、死体が発見されたうぬんということで大変に厳しい状況だったということが、最近明らかになったわけですね。ですから、その大統領がですね、お越しになれるような状況では全くなかったと。また大使も、突然、本国に呼び戻されてですね、大統領の名代としてお越しになる予定だったのも、それもできなく突然できなくなったと、いうこともあったわけです。しかし私どもは来年、日韓平和条約、ちょうど50周年ですね、1965年でしょ。ですから、そして、徳川家康公没後400年ということがありまして、徳川家康公と朝鮮国王の大聖子がお目にかかれたのが1607年6月20日であったと、いうことがありますので、これは朝鮮歴での6月20日ですけれども、今回は横浜の総領事が名代としてお越しになったわけでありますけれども、ぜひ、そうしたことを通じてですね、平和の外交を、してまいりたいということで、来年はちょうどそういう節目の年に当たっていると、今回はその下ごしらえというか、そうしたことにはなったのではないかということで、新聞にもそのことをお書きになった方がいましたね、東郷和彦さんですね。どこの新聞だったかな、中日新聞ですか、中日新聞ですね、あのコラムにお書きになってましたね。それからまた千の玄室さんが直々にお茶を立てられて、もう実にもう感動するくらいに行き届いたきちっとした、この一服のお茶で平和を作るということを、そういう時空間を作られました。でその場に私が居合わせ、かつ、徳川第十八代ご宗家もいらっしゃってですね、これはきっと来年あるいは将来に向かってですね、芽を出し、平和の環境を作り上げていく、そういうものになっていくのではないかというふうに思っておりまして、いよいよ国同士がというか、指導者同士がですね、今回佐藤首相と
元首相とニクソン大統領との個人的不信関係、特にニクソンさんの個人的不信関係が、ああいうその頭ごなしの、頭越しの日中、米中関係のあれとかですね、ニクソンショックだとかいうのがあったということが外交文書で分かりましたけれども、やっぱりこの、首脳間で本当の信頼関係ができてないと、国民全体が迷惑かかるということがあります。で、そうした時代を我々は懸命しながら、今は国民のためにそれぞれ指導者が選んでるはずなの で、そういう国民の代表の全体では何にしても地域の代表が国のためになんかできることをするという時代がやってきたということを、今回の増田さんの訪韓を通じて、強く感じた次第です。で、おそらくこれはソウル市長と、増田さんとの会見が非常に有効裏に行われて、それがベースになって急遽この首相と韓国大統領と都知事との会見がセットされたということでしょうけれども、これは都知事でないとできなかったソウルのオリンピックを東京都が学ぶ、それをベースにした形でこの平和の祭典などについてソウルの方から貢献ができると、また東京の方もソウルのために何かできると、それは同時に首都ソウルをベースにした韓国にとってもいいことだということがですね、まあ、どれだけ話されたか私知りませんけど、まだ、結びついたのではないかということで、改めてですね、各地方の代表もただにこの文化の交流などということではなく、やはり、日本国を背負ってるんだと、あるいは日本国民県民市民と、を背負って仕事してるんだと、まあ、こういう自覚が必要で、特に何かわけのわからない視察旅行をされてですね、あれ視察と称して外国旅行をしているようなこともあるようなので、今はそういうことで政治家の方たちの対外関係、対外的な活動が世間の目に厳しい目でさらされる時になっているだけにですね、やれる仕事は相当大きいことがあるという自覚のもとで、地域のリーダーたちにとって、まあ、いい風が今吹いているとも言えます。あ、どうぞ。栗原さん、どうぞ。バイスセミの栗原ですけども、はい、恐縮ですが2点伺いたいんですけども、1点はですね、県の猟友会が、不幸な事故ですね、ございまして、そういう過程で、一旦その漁を、中止する旨の、方針を示していますけれども、この件について知事としてどのようにお考えかという点とですね、もう一点の、中部電力の花岡原発の、正門にですね、1、2号機の廃炉の関係で放射性物質をその廃棄物と一緒に間違って、外に出すことはないだろうかというモニターを設置しているんですけども、それが2年前に稼働する予定がずっと稼働していなかったと、それについて説明がなかったという件がございました。この2点についてですね、ご所感をお聞かせください。はい、猟友会の、事故は、誠に不幸 で、これ、今回が初めてじゃないのでですね、ですから、今回自粛に至られたのは、当然だと思います。また一方で、こうしたことが起こるのは、日本全国そうですけれども、本県においても、アルプス、富士山麓、そして伊豆半島、こうしたところで、イノシシあるいはシカ、中んずく日本シカですねが相当の悪さをしているということがありまして、その抜本的な対策ができないというのが背景にあります。したがって、この猟友会の数も少なくなり、かつ、高齢化しているということで、いろんな意味での判断力がですね、落ちているのではないかと思っておりまして、一回どういうふうにすればこれを抜本的に解決できるのかということをですね、考えるべき時期に来ているというふうに思っております。今回、しばらく、漁を控えるというふうにおっしゃって、この機会に集中的にですね、本県の関係者と、腹を割って話してどうしたらいいかを考えて、あるモデルを作りたいなと、あるいはある地区でですね、モデルを作りたいなというふうに思っております。で、どこかそれをやらないと、もうこれは山梨県も長野県も、岐阜県もそうですけど、皆
同じ問題を抱えていてですね、拉致が開かないというふうに危機感を務めているところであります。で、2つ目の、ゲートモニターが働かなかったと、これは私も初めて知りました。地方電力の方でですね、当然働いているものだというふうに私もモニターをここに設置してありますというふうに言われていたので、ところが働かなかった。その理由を聞きますれば、2年前の、その浜岡ではなくて福島第一原発の影響で、自動車が通ると反応するということが起こってですね、つまり相当性能がいいモニターが設置されていると。で、それで、あまりに性能が良くてですね、その、本来キャッチしなくていいものもキャッチしたということで、どういうふうにするかということで、検討しているうちに2年も経ったということのようです。ですから、それと同時にまた今すべてが、動いてませんね。で、それと同時に、廃棄物を出すというそういう動きがありませんので、差し当たってはですね、稼働していかないなくても問題がないということがあったようですが、それはちょっと私は甘いと思っておりまして、今回、作動してないということが分かって、でそれも説明責任を果たしていなかったということでございますから、早急に作動するように、していただくというのが地方電力がお取りになるべき対応であると思っております。近藤さんどうぞ。朝日テレビの近藤です。前回の会見で駿府城再建のお話がありましたけれども、22日の田辺市長との会談ではこの件については何かお話はされたんでしょうか。この件については話がなかったことにしてくれというお話がありました。とりあえず、静岡県としては今第三次計画を立てられているので、その時までは静かにしていてほしいというご要望がありまして、これから田辺職が出てくるんじゃないかというふうに強い期待を抱いております。ありがとうございます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ではありがとうございました。